どうもこんばんは。皆さん10時まで趣味時の放送があったんですけれども、見てくださいましたでしょうか。再放送ありますか。だってわからん、どうなんだろう。私のところにはまだそういう連絡はないかな。でも毎週これから趣味時で、来週もあるので、でもそう、同じ回じゃなくてまた違う回なんだけど、またね毎週なんか楽しみが増えるなって思ったらめっちゃ嬉しいなって思うし、ファンの皆さんもこうやってテレビで私を見れる機会そんなないから、まあ前に比べたら選抜とかに入って音楽番組とかに出たりするけど、音楽番組に出たって映らない時もあるし、誰かの後ろで映る時の方が多いし、トークの場面とかにも出ることがないから、こうやって趣味どきで囲碁して自分のリアクションがテレビに映ったり、自分の言葉がテレビにねなったりみたいななのがすごい嬉しいですし、ありがたいなって思うので、ぜひ皆さんもしよければ毎週見てくださったら嬉しいなと思います。毎週の楽しみ増えただって嬉しい、ありがとうございますね。しかもなんか編集もすごいいい感じみたいで、なんかすごい楽しい感じ。なんかさ、囲碁とか将棋っていうとちょっと真面目な感じな雰囲気を最初は感じてたけど、結構全然なんかフランクな感じで学べるから、すごいなんかリラックスした状態でできるし、すごい楽しいなって思うので、その楽しさが皆さんにも伝わったらいいなって思います。なのでぜひ来週も見てくださったら嬉しいです。初回から伝わりました、とっつきやすかった、囲碁のルール初めて知った、お毎週録画予約完了だって、見たって、衣装可愛かった、また見たくなった、え嬉しい。囲碁は初めてやったの、そう初めてやったの、リバーシとかはやったことあるんだけど、囲碁は初めてかな。60秒のコーナーは一発 OK じゃないよ。なんか趣味時の最後に60秒 PR のなんかプレゼンみたいな、囲碁プレゼンみたいな感じで自分で画用紙にいろいろ書いてプレゼンするところは何回も撮り直した。できるまで何回も撮り直しました。全然できなかった。最近麻雀始めたけど囲碁も始めなきゃ、お、ぜひ始めてください、一緒に始めましょう。オンエアは滑舌バッチリでした。いやもう できるまでやったからね、マジでめっちゃ押しました、収録が、それができなすぎて。私あの収録の後にあれ行ったから、あのシュガーナイトの収録に行ったので、マジで焦ってた全てにおいて。めっちゃ間違えてさ、めっちゃ押すからさ、シュガーナイトの MV もさ、着くのが遅くなるって考えすぎて超間違えた。そう、テイクいくつまで行ったのだって、もう覚えてない。美女が良すぎたらって嬉しい、ありがとうございます。趣味時また来週も絶対見てください。なんかみんながさ、なんか私のファンの方頑張って趣味時っていうさハッシュタグでいろいろなんかつぶやいてくれて、めっちゃ嬉しいなって思いました。そう、
ね、バンジュールのファンの方々もすごい見てるから、そうね、なんかすごいいい番組になればなと思います。うん、将棋も一緒に学べてお得だって、それな、それな、ねえ、楽しみ。なんか鶴ちゃん先生もめっちゃ優しくてめっちゃ面白くて、なんか最初マジで囲碁とかなんか結構真面目な感じかなって、できないとなんかなんでできないんですかみたいな感じで言われるのかなって思ってたんですよ。なんか分かんないとかっていうとみたいな感じになるかなって思ったんですけど、逆に分かんないことあったら何でも聞いてくださいみたいな、なんかね質問するとさ、めっちゃすごいなんかもう本当に分かりやすく返してくれて、そう、しかも分かりやすいし、そう、めっちゃ分かりやすいですよね。だからもう本当ありがとうございますって感じです。なんか今つるちゃん先生のなんか YouTube にも私たちちょっと出てるので、ぜひ見てくださったら嬉しいです。つるりんチャンネル、うん、つるりんチャンネルはつるちゃん先生とりんさんっていう男性2人でやってるチャンネルだから、つるりんチャンネルです。うん、ぜひ見てくださったら嬉しいなと思います。うん、なんか収録毎回楽しみで、そう、お弁当もね、なんかいい感じの用意してくれてるし、なんか収録もすごい楽しくてアットホームな感じで、なんかめっちゃ楽しくてすごいいい時間を過ごせてます。うん、今日はじゃん、これもらいました。じゃあ見てください、8月浴衣配信メンバー抽選当選、小田、これ覚えてますか皆さん、ネッククーラー、なんかパンダが来て、なんか抽選会、浴衣着てる人は抽選会できるみたいな感じで急いで浴衣着てパンダを呼んだ配信があったんですけど、8月に。そしたら本当にパンダがすぐ来ちゃって、ゴロゴロゴロとかってガラガラガラポン何番みたいな感じでネッククーラーが当たりましたと言って届いたんです。そう、でもなんかもうね、もらった時にマジ箱がボコボコすぎて、えって中古ですかって思ったんだけど、ちゃんとここに今見たら新品って書いてありました。そうマジ箱がマジでボコボコすぎてビビった。えってマネージャーさんにこれ渡された時に、んってあれって誰かが使ったやつかなって、使い捨てかなって思ったら、ここに新品ってちゃんと書いてあった。うん、そう、マジでボコボコでじゃん、これ充電式でね、ま、めっちゃ受けたんですけど、これはなんか充電をするんですよ。でバッテリーは別売りで、自分の持ってるバッテリーにつなげて充電しろってタイプでそう、ついてないかいって思ったんですけど、まあ、自分持ってたんでバッテリー、そう、それで充電しました。うん、そうで、これじゃん、
でここを押すと長押しします。ほら音が鳴る。マイナス17度までクールダウンするらしい。そう、まあ、確かに冷たい。マイナスだってすごい凍りそう。あれマイナス17度じゃないか。首元にある太い血管を冷やすと効率よく体感温度を下げることができます。外気温からマイナス17度になるネッククーラーで暑い夏を乗り切りましょう。終わってんだよ夏は。え、外気温からマイナス17度。なるほどね。明日寒いの？外気温？外気温？雨？マジで？涙。マジか。雨も降る。嘘でしょ。明日着てない半袖の服着ようと思ってたのに。悲しい。今日とかめっちゃ暑かったですよね。風邪ひきますね。明日絶対長袖。もう鼻水がやばいんですけど、うん、そう鼻詰まってますし、で今日声がガラガラすぎて第一声がお疲れ様ですってマネージャーさんにいた時にガラガラすぎて声がびっくりしました。え、大丈夫ですかって。そう、明日は長袖か。ねえ、季節の変わり目めっちゃ苦手。ねえ、金木犀さ、ファミレス行った時に駐車場に金木犀あったからさ、写真撮った。インスタに載せたからぜひ見てください。駐車場みたいなところの壁みたいな。六師丹に金木犀の香水あるの知ってる？だって。え、知らない。エリちゃんのインスタトップ5に入るぐらい映えてた。マジ？そんな映えてました？え、で、ロクシタンのね、香水が欲しくてさ、めっちゃいい匂いのやつめっちゃあるじゃないですか。で、買おうと思ったけど、やっぱ高いんですね、香水って。なんか人からよくもらうけど、やっぱ高いんだと思った。自分ではね、あんま買わない。白は買うけど、白のミスト、ボディミストってめっちゃ安いなって思った。香水じゃないからか、あれは。フレグランスみたいな。2000円ぐらいで買えますよね、白って。めっちゃ安い。あ、でも香水はあるけど、いつもボディミストみたいに買ってるから。香水の匂いが苦手。そう、なんか香水苦手な匂いもある。でもいい匂いのもある。この前は結構冬は峯岸さんが卒業の時にくれたディオールの香水使ってたんですけど、夏は白の
やつ使って、でも最近友達に新しい香水もらって、それまだあんま使ってないんだけど、めっちゃいい匂いだから使いたい。めっちゃ冷たいんだけど、涼しい。どういう系の香水が好きなんだって。え、いい匂い系で、私あれが苦手、ココナッツとかバニラとかの匂いが苦手。うん、うん、甘ったるい系苦手。うん、石鹸とか系が好き、鼻の匂いとか。え、バニラ系の香水が苦手、本当に。金木犀しか勝たんだって。もう金木犀いい匂いだけどさ、なんか金木犀の匂いって嗅ぎすぎちゃダメなんだと思う。なんか秋にしか嗅げない希少価値があるものだから、なんかいいって思いたい自分は。だからいつもつけたらさ、いい匂いだけど確かになんか趣がない、なんか趣を感じない。もっと趣を感じたい金木犀に。そう、うん、わかる。だって、うん、全く同意見だってきた。うん。てかマジで、なんか金木犀、なんかさ、僕の夏が始まる公演っていうのがあって。それに出てたんですけど、金木犀の前が MC で着替えだったんですよ。で、これから金木犀のを歌うために出るぞって時に、すっごい金木犀の匂いがしたんですよ。初日出た時に、えって思って、えってえ、この公演ってなんかディズニーのやつみたいに金木犀歌う時に金木犀の匂いがする演出があるんだと思ったんですよ、私。え、めっちゃいいって思ったら、サッホさんのが、あ、私の香水みたいな感じでそう言ってて、そう、あって、あ、そっちみたいな、あって、そう、演出じゃなかった、ビビった。そう、セルフ演出。さ、 4D かと思った、普通に。ラベンダーフィールドが香りする。え、そうなんだ。え、どうやって香りやってんの？スタッフがこうやってシュッ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 ってやってんの？
え、マジでどうやってやってんの、ラベンダーフィールドでラベンダーの匂いって。どうやってやってんだろう。掃除機がうるさいだって。これ掃除機じゃないよ、ショールームさんからいただいたさ、ネッククーラーですよ。生誕祭いつになりそうだって。もう目処がついてないです。いつになるんでしょうか。あ、冷たい。え、ガチ？できた。え、ガチですよ。普通にガチです。なんかね、私ほんと今モーニング娘さんにハマってて、シャボン玉が今すっごいハマってんです。シャボン玉が好きで、泣いて済むなら泣きやがれがもう大好きすぎて、すべての恋はシャボン玉がもう好きすぎて、昨日あのリハ、投資リハの空き時間にひななとカラオケルーム行ってシャボン玉一緒に歌った。じゃあサビ私から歌いますって、サビじゃあエリから歌うねって。泣いて済むなら泣きやがれ、すべての恋はシャボン玉。はい、次だな。でんでららららんでらたたたんって、そう、二人で一緒に歌ってたシャボン玉を、めっちゃ楽しかった。うん、なのにどこ行ったんだよって、あーい、楽しかった。シャボン玉、配信してほしかったって著作権がね。世代すぎるって聞いた。あれめっちゃいいよね、シャボン玉。泣いて済むなら泣きやがれって。シャボン玉はみんな好きだって。いや、わかる、うん、いやいいですね。昨日それがすごい楽しかった。次はね、ひななと一緒に抱いてホールドミー一緒に歌いたい。もう一度好きって聞かせてほしい。モーニング娘さんで一番好きその曲が大体 Hold on me。 みかんも好き、眩しい朝に Wow a chance Oh yeah も好きだよ。ザピース良すぎるよね。うん、モーニングコーヒー一番最初の曲、うん、趣味時リアタイでも見たし録画もした、ありがとう。
松浦綾よく聞いてた。え、もうねめっちゃ好きだった。松浦綾さんの曲がラブ涙色もですし、まあ、イエイエイめっちゃ多いでも好きなんだけど、あの私が一番好きなのは結局永遠の片思いって、マジ中学生の時めっちゃ歌ってたカラオケで、あなたのことが好きです、この恋は卒業ね、新しい春を待つわ。結局めっちゃいい曲ですよ。起きてるのか寝てるかわからないほど名曲。いや、やっぱあややさんなんですよ、アイドルといえば。涙色、あなたのメールを読みました、ラブも好きですし、あ、五目勝ちした人だ、五目チャーハン食べるのだって、あ、ぜひ食べてください。うん、ミキティさんの会えない長い長い日曜日も好き。あなたをずっと待ってるだけ、好きよ好きよ大好きよ、伝えられない日曜日も好き。メールが届きましたも好き。後ろにいますとも好きだし、めっちゃ好き。振り向いたらあの人がじゃちゃんじゃちゃん恋をしちゃいましたも好きだし、だ懐かしいだってね、懐かしい。なんかさ、めっちゃ好きだったんですよね、ハロプロさん。シナ AKB は何の曲からハマった？君好きとかかな。本当は渡り廊下知りたいかもしんない。いっぱい食べちゃった。お弁当も食べたし、プリンの差し入れがあったのでプリンも食べて、あんの芋羊羹も食べて、おにぎり、栗の栗おこわおにぎりも食べて、生ハム食べた。そう、エリちゃんがアイドル好きなの意外だ。アイドルめっちゃ好き。うん、セブンの安納芋羊羹食べた、美味しかっただって。え、でしょ、今日も2個食べたよ、安納芋羊羹。ラルクとかグレイはだって、かわいた、チャララチャチャラチャチャチャラチャ連れているのさ、
Don't you run so Oh, 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 oh Hana so so Don't, 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 don't 知ってます。絶え間なく注ぐ愛の名を永遠と呼ぶことができたなら、うん、ラルク・アンシエルっていうのはどっかの国の言葉で虹って意味らしい。小学生の時塾で覚えた。今知ったの？え、みんな知らなかったんだ。眠い。夢じゃないあれもこれもその手でドアを開けましょう。祝福が欲しい。最近何時ぐらい寝てるだって。わかんない、時計とかあんま見てないや。うん、眠くなったら寝てますね。その集合時間が来ないな。だから明日何時に起きればいいんだろう。そう、私はもう集合時間来てからが勝負なんですよ。そう、うん、みんな忙しいんですね。てか髪切ったんですけどどうですか？まあ、昨日もだけど、なんか昔の前の自分に戻りました。かわいいだって。お、売れピーマン。のレッスン写真にエリちゃんいなくてコミハル行ったのはなんでだろう。私はちょっと違うレッスンがあってね、もう別の場所にいたので、そうなので参加できなかった。そう、
11月の日比谷野音で鈴木愛理さんと一緒に写った写真をお気に入りに保存しています。って嬉しいし可愛いしありがたいな。皆さん明日から大丸東京さんで AKB48 とのコラボの企画があるので、ぜひ皆さん東京駅に寄った際は大丸東京さんへぜひ来てください。なんか AKB の衣装とかも飾るでしたっけ。うん、ぜひ皆さんよろしくお願いします。液体ずんだも飲むだってかわいい。ずんだ飲んでください。東京駅にありますから、仙台行かなくても飲めますから。ね、嬉しいね。あんなでっかい大丸東京さん、えりちゃんの館内アナウンスも流れるんだよね。だって、え、そうなの、私撮ったっけ、撮っ、ええ、うん、記憶にないな。撮ったかな、撮ってないかも。全員じゃないのかな。ないのに館内アナウンスあんの。だってなんかひろゆきさんのさ、なんかめっちゃ一時期流行ってるね、ひろゆきさんがに言わせたい言葉を言わせるみたいな、そういう感じかな。ひろゆきメーカー、お代理メーカーかな。うん、なんかセンター分けしたい。なんか今日インスタで出てきた写真があるんだんですよ。浜辺美波さんがセンター分けしてる写真がめっちゃ可愛くて、私もセンター分けしようと思って、駅のエレベーターで一人しか乗せなかったから鏡でね見て、前髪をね真ん中に分けてみたらなんか違った。うん、でも前ちょっと私センター分けやってたんですよ一時期。でも忘れました、なんかその感覚を。前やってたね、わらだって。え、待って、笑い物になってた私あのセンター分け。笑い物になってたっぽい。なんか違う、浜辺美波さんじゃない私は。ね、浜辺美波さんじゃない私。
小田里奈さんでしたって。え、そうなの。私小田里奈か、小田里奈でした。うん、そろそろね、ちょっと眠気がブワーンってきたので配信終わりたいと思います。皆さん今日の配信見てくれてありがとうございました。では皆さんありがとう。ではランキング読みます。いきます。13位ゆみゆみ、12位ひのと、11位直樹、10位翔太、あとおだいりしかかたん、9位くまてぃ、8位ひとくまさとる、7位みほ、6位みさき、5位くるりん、4位ゆみゆみ旦那、3位みやちゃん、2位まあとおだし、そして1位は東京のスワン。ありがとう。じゃあ皆さん本日の配信見てくれてありがとうございました。また見てね。バイバイ。おやすみ。